の出川哲朗さんの出演する新しいリアリティ旅行番組が、制作スタッフの不適切な振る舞いによって批判を浴びている。出川さんが電気スクーターで日本中を移動し充電ステーションを探す様子を追ったこの番組は、複数の問題行動がカメラに収められたことで批判の的となった。3月下旬に広く拡散された動画の一つでは、撮影を単に見学していただけの人物に対しスタッフが乱暴な口調で絡んでいる場面が映されていた。なぜ突然そんな暴言を吐かれたのか理解できないと、その人物は戸惑いを隠せていなかった。理不尽な扱いだったのではないかといった声が多数の視聴者から上がった。出川さん自身がこうした集大を炉にしたわけではないものの、関係者として非難の対象となっている。出川さん自身はファンサービスに精一杯努力している好青年のようだとの指摘もあれば、スタッフの悪態が露骨になったのは驚くべきことではない。それでも多くの物議を醸したと批判する声もあった。別の4月20日の出来事では、飲食店のロケ撮影後に近所の子供たちと記念写真を撮っている出川さんの姿が映されていたが、そこにスタッフが現れ、みんな素早く家に帰れと子供たちを追い払うありさまだった。熱心なファンの子供たちに対する遇し方の非常識さが多くの人の逆鱗に触れた。業界関係者の間では、この旅行番組のコンセプト自体に根本的な欠陥があるのではないかとの指摘が出ている。出川さんの低速の電気スクーターに従うため、撮影スタッフの車両が一般の車の交通の邪魔となり、危険な対立はリスクを伴うを生み出しているという指摘だ。番組側は、できる限り平日の通勤ラッシュ時間帯は避け、1泊2日の日程で撮影を行うと言っていると、あるインサイダー源が明かす。しかし正直なところ、事前に調整がなされていない場所取りは単なる迷惑行為に過ぎない。一部からは、出川さん自身と一人のマネージャー、カメラマンだけの小規模な旅番組に切り替えることで混乱を最小限に抑えられるのではないかとの提案もある。しかし他方で、電気スクーターの低速と公道利用に関する法的規制とのミスマッチを考えれば、根本的な構造変更は避けられないとの意見も出ている。出川さんは今のところスタッフの不祥事に対し陳謝の弁を述べる以外の対応は取っていない。しかし番組の仕組み自体が抱える根深い問題は解決されていない。法律の専門家は、使用されている電気スクーターの最高時速が 30km/h と一般の制限速度 40-60km/h を大幅に下回っていることを指摘する。この低速度に加え、後続の撮影車両があることで交通流を遅らせてしまう、ボトルネックが生じてしまうのである。一般車両がはるかに低速度で走行することになれば、それ自体が問題であると一人の交通アナリストは指摘する。だが、こういった企画を続ける必要性自体を感じない。また番組で紹介される田舎道でさえ、突発的な撮影隊の妨げで地元住民の日常の移動に支障をきたす恐れもある。テレビ局内部でもこの番組の問題は大きな論争となっており、打ち切りの可能性さえ指摘されている。この問題は局内でも深刻な懸念事項とみなされており、このままでは放送を継続することは困難な状況だと内部関係者は明かす。一部からは、スクーターの法定最高速度を引き上げることで解決を図ろうという無責任な意見も出ているが、根本的な問題の回避に過ぎないと専門家は一蹴している。このような物議を巻き起こしているのに対し、出川さんかつて人気を博した人気番組の行く末に不安視する声が高まっている。公共の妨げにならない抜本的な改革が行われなければ、この番組が引き起こすトラブルの連鎖に歯止めがかからなくなるだろう。出川さん一人とマネージャーだけでモーターサイクルに分乗して移動する形態が一つの解決策として提案されている。この最小限の人数体制であれば、煩わしい大掛かりな撮影隊を伴うことなく、より効率的な撮影が可能になるかもしれない。普通に考えれば、あんな縄張り争いのような大型の撮影スタッフを連れ回す必要などないと一部から批判の声が上がっている。しかし一方で、2人体制のロケ旅番組でさえ交通パターンや地元への影響を綿密にコントロールしないと問題が生じかねない。こういった事態になれば、企画自体が継続できなくなる恐れがあると内部関係者は危惧する。この物議を受けて、
以前から問題視されていた他の配慮に欠ける場所取りへの批判の目も再燃している。地元住民から常に近所への迷惑を振りまいていたといった苦情の声が上がっているという。責任論議が高まる中、出川さん自身に今までの絆立ての謝罪以上の対応が求められる可能性もある。本人に非はないにせよ、こうした集大とセットで名を連ねられていることで彼のイメージに悪影響を及ぼしかねない。出川さんは何も間違ったことをしていないかもしれないが、こういった番組に関わっていることでイメージが悪化する可能性はあると一部から指摘されている。この騒動にコメディアンの出川さんが晴れてイメージを守れるかどうかは時間が経てば明らかになるだろう。現在のところ出川さんの動揺を招く実況番組の行方は不透明なままだ。制作側は番組を無害化させるための大掛かりな改革に着手するか、それとも打ち切りを選ぶかの岐路に立たされている。この一件は制作ロジスティクスが社会的な配慮を無視すればどんな深刻な結果を招くかを物語る見本例となった。この問題について視聴者から様々な意見が寄せられている。ある人はこの騒動を受けて電気スクーターの法定最高速度の引き上げを提案している。しかし専門家からは法律で定められた規制を守り違反を避けるのが当然であると一蹴されている。確かに後続の車両の方が問題であると別の識者は指摘する。一般車両が法定速度を大幅に下回って走行すればそれ自体に問題がある。しかしそれでもこの種の企画を続ける必要性は感じられない。田舎道を走行するケースが多いため地元住民への迷惑は限定的かもしれないが、車社会の住民にとって問題視されかねないとの見方もある。一方でロケ現場のスタッフがよくそういった傲慢な態度を見せるため視聴者の怒りを買ってしまったのだろうと分析する向きもある。番組が週刊レギュラー番組であることを考えればどこかで問題が生じるのは避けられないという指摘も多い。もちろん問題のあったシーンは全てカットされている。撮影車両の車載カメラ映像を見ているようなものだ。道路交通に関連する仕事を行う者としては放送されないだけで敗北を喫するようなところもあるとも批判されている。つまり番組制作陣の行動が道路渋滞の一因となっていると受け取られかねないということだ。出川さん自身がある意味で被害者なのかもしれない。本人に非はないかもしれないが、この種の番組に出演していることでイメージを悪くする可能性はあるという指摘がある。テレビ局内部でも問題視されていることから何らかの改善が望まれる。ただし大きな期待は持てないようだ。かつてゴールデン番組の場所取りが近所付き合いでトラブルを起こしていた例が指摘されるなど、ロケ番組による迷惑問題は以前から深刻な課題とされてきた。この一件をめぐり視聴者から様々な意見が寄せられている。今後の展開に注目が集まることになるだろう。出川さん自身はこの件をどう受け止めているのだろうか。